極激辛をですね、新しいものを出していただけるということになりました。おつはるまん、おつはるまると、おうやんです。この日がやってきました。イエーイ、皆さん待ちに待った恒例行事でございます。極激辛をですね、新しいものを出していただけるということになりました。イエーイ、何ですか、新しい極激辛って何ですか。というわけで、新しいものが出るということは大家が食べるということになりますので、今回この前出ていたタンタンを食べていただきたいと思います。食べてやるじゃないですか。じゃん、こちらです。私タンタンが一番好きだからさ、正直タンタン食べて欲しかったの。まあね、いつもなんかなんかみたいな雰囲気を出してるじゃないですか。おお、確かに。まあそれやとね、まあ見てる方がね、おお、あんま美味しそうに食ってへんやんみたいな感じになるじゃないですか。今回はね、はるまるさんを見習ってね、お美味しくね、お食ってる風に見せます。食ってる風なんで。本心は、本心は、美味しくは食えないですね。まあまあまあ、食べてみてからのお楽しみということで、レッツクッキング。クッキングせんでいいですけどね、もうそれ永久保存しといていいじゃないですか、それ。というわけで、3分経ちました。イエーイ、ちゃんとふやかりました。ふやかりました。はい、ソースを今から入れてきますね。どうした。ほら、美味しそう。ドロドロ、なんかいつもとちょっと色違う気もしますね。ピンポン、味噌が入ってることでこのドロドロ感が増してるんですよ。じゃん、うまそう、食べたい。はい、はい、来ました。はい、どうぞ。わお、匂いがそそりますね、これ。今日はね、もう美味しそうな風に見せますからね、僕。頑張って。もう匂いがもうツーツーしますよ、これ、皆さん。今日もね、大家のが頑張るので、こちら。ブルガリアちゃん飲んでいいよ。それは、必須ですからね。必須科目ですから、それ。コックス、A、D、シャーの、もう一番大事なポジション。学校で5教科の一番大事なやつ。やばいやん。マヨネーズもかけていいですよ。もうこいつも必須科目やん、ね、いるからね。よっしゃ、いただきましょうかね。はい、ではいただきます。いただきます。皆さん、から元気ですよ、これ。今まで食べた中ではよ、こいつはもう別格に美味しくて、なんかあのタンタンって言われてるぐらい、タンタンって言われてるぐらい、あのやっぱりね、タンタン麺が好きな人にとってはもう革命的な。めっちゃ絶賛するじゃないですか、こいつ。一番好きだもん。匂いがもうえぐつないですけど、これ。じゃあちょっと食べましょうか、はい、これは味の感想とかは、はい、最後にしましょうかね。早く食わんとね、死んじゃいますから。ということは今回は早食いチャレンジですか。いや、はいはい、その早食いチャレンジする気はないですけど。早く食うつもりでやるだけです。めっちゃ必死な王やん。全然食べない。全然口に運ばない。いただきます。まあまあまあ、2ヶ月ぶりの国劇からなんですけどね。私は一番本当に好きで、やっぱ味噌ベースっていうのがあって、私はそんなに全然この極激辛シリーズの中では一番優しいんじゃないかなって思ってるんですよね。早い。辛い。辛い。味の違いは分かりますか？分からん。うーん、どうですかね。というわけで、オーヤンがもだい苦しんでいるんですけど、頑張ってるの時に、今度のね、新商品、極激辛のペヤングニンニクを紹介したいと思います。今回は顔の表紙がね、ニンニクになっちゃいました。今まではエンマ様でしょ、
インド人でしょ、チャイナでしょ、今回ニンニクなんで人じゃないんですね。もう人じゃありません。極激辛の究極の辛さプラス究極の香りをスパイスとしてニンニクを付け加えて今回極激辛ペヤングを作った。正直私ビビってます。なんでかというとニンニクって好きなんですけど、極激辛がねそんな普通のニンニクを使うわけがないんですよ。めちゃくちゃふんだんにニンニク作ってると思うんで一番今までで辛いんじゃないかなって思います。やっぱニンニクってそんな食べ続けれるような感じじゃないし、激辛とまた違うパンチが効いてすごいちょっと難しい、食べにくいのかもしれません。ただニンニクなので夏バテ防止にはなると思いますので、この夏にはぴったりな商品じゃないかなと思います。すごい大家、もうあともうちょっとだよ。大丈夫。辛いね。まあ辛いですねこれ。いつも食ってるからこんなもんすよ。死にそう。いったおや、頑張れ、あともうちょっと、頑張れ、いったすごい、頑張った。おお、完食です。でもさ、ブルガリアちゃん全然残ってるよ、まだ余裕や。マヨネーズも1回しかかけなかったもんね。この状態を見て余裕って見えるのか。大家死んだ。大丈夫。はい、というわけでニンニクのね極激辛はですね7月26日発売されるので、また動画でレビューしていきたいなって思います。思いますので、よければぜひまた楽しみにしていてください。大家今回頑張ったなって方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。閉めるんすか。なんかしんどそうだなと思って。感想聞きたいんだけど言えます？時間くれ。おやんね、なんかタンタンが一番辛そう。お腹いっぱいや。辛い？まあ後でね、後で言ってあげますよ。おやすみなさい。はい、大家が帰還しました。我が帰ってきたぞ。正直どうでしたか？一番辛く感じたんですけど、こいつ。タンタンの食べ終わった後の方がなんか強そうやった、大家。ああ、そうなんですか。今までと違って、なんか今まではうわーとか言ってたけど、はい、まだなんか余裕があるような感じやった。余裕ないっすよ。余裕ないっすよ。何言ってるんですか。なんかまあ。何をバカげたこと言ってるんですか。タンタンが一番なんか危なそうやった見てて。そうなんですか。うん。もう僕美味しく食べ、美味しそうな雰囲気出して食べたんですけどね、一応。めっちゃハラハラした。こやつは一番辛かったっす。というわけで、大家が今回も頑張ったなって思ってくれた人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。なんでぶつけたんすか、ここ。ちょっと出っ張ってんねん、ここ。大家、もうちょっとですね、本当はいけるんじゃないのって思った方もチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そうやん、めちゃめちゃ頑張ったで。また求める。というわけで、じゃあ今度は私がですね、ニンニクが出たらまた食べたいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは、おつはるまーる。おーつ。まあとね。まあとね。バイバイ。バーイ。もう僕引退していいですか。
赤、黄色、青、緑ですよね。そう、赤、黄、青、緑。スーパー戦隊。あ、ピンク、次。次、ピンク。ピンクか。あ、じゃあ5個で終わりかな。ピンクかな。スーパー戦隊シリーズ。スーパー戦隊極撃カラー。極撃カラーレンジャー。あ、焼けるやん。ダサ名前。ダサ名前。ギニュー特戦隊と一緒や。ああ、なるほど。ギニュー特戦隊だってちょっとダサいやん。そうですね。こうやろ。はい、ギニュー。